モデルプレスイコール2024年6月26日、スノーマンの佐久間大介が27日放送のフジテレビ系特別番組、ありがとう。ジャパン助けてくれた日本人を探しています。21時から22時48分に出演。恩人の存在明かす。写真、スノーマン佐久間大介。腹筋覗かせ妖艶な眼差し。佐久間大介。恩人の存在明かす博多花丸。 大吉が MC を務める同番組はゲストに佐久間、女優の桜田日より、バスケットボール女子日本代表候補選手のマウリエブリンを迎えて、外国人が日本のどこかにいる恩人を探し出し、ありがとう。の気持ちを伝えるリアルハートフルバラエティ。何年も探しているのに見つからない恩人を探すべく、番組が力を合わせて捜査。 ドラマチックな再現ドラマと共に再会を果たした時の記念すべき恩返しの感動シーンに密着する。佐久間は、ありがとう、の気持ちを伝えたい恩人について聞かれると、小学3年生の頃の担任の先生、と言い,い、当時の僕はすごく学校が苦手で、人と関わるのが苦手というか気難しいタイプだったんです。学校に行く前に家で嫌なことがあると、その気持ちも引きずっちゃって、 学校でもふてくされているような子でした、笑。そんな中、一番親身になってくれたのが、その時の担任の男の先生ですと説明。卒業以来会えていないんですが、すごく優しくて、あの時、僕のことをいろいろ気にかけてくれていなかったら、引きこもっていたかもしれません。先生がいなかったら僕の人生も変わっていたと思うので、改めて会ってありがとう。の気持ちを伝えたいですと話した。 公開中に漂流した外国人を救ったマグロ漁船船員を創作番組に登場した日本にいる恩人を探し出したいという一人目の外国人は、イギリス在住のアレキサンダー・ロバートソンさん、63歳。52年前に12歳だったアレキサンダーさんは、家族と共に太平洋を航海中に遭難。救命ボートで38日間漂流したというアレキサンダーさんは、父。 母、兄二人の一家五人で生死をさまよったという。そんなアレキサンダーさん一家の命を救ってくれたのは、マグロ漁船に乗る二十二人の日本人船員。彼らがいなければ、私も家族も今はなかった。きちんと感謝を伝えられていないのが心残りだったと語るアレキサンダーさんだが、二十二人誰一人の連絡先も知らず、消息もつかめていない状況であった。唯一の手がかりは、 救助後に撮った写真と船の名前だけ船が気仙沼にある会社のものだという情報をつかんだアレキサンダーさんは気仙沼港へと足を運び漁業協同組合や漁師たちが所属する協会を訪ねて捜索果たしてアレキサンダーさんは恩人を探し出し「ありがとう」の気持ちを伝えることはできるのか捜索の果てに想像を超える真実が待ち受けるそして 先の見えない漂流生活を過ごすことになったアレキサンダーさんたちの壮絶な38日間を描いた奇跡の救出劇も届ける。桜田日より、恩人探す外国人の行動力に簡単続いては、33年前に日本へ研修で訪れた際に人生を変えてくれた、先友と憧れの女性だという二人の恩人を探す、IT 企業経営者のドイツ在住、ヤムヒ・ハーベラーさん、57歳。 ハーベラーさんが持つ恩人の手がかりは、研修先として働いていた会社三菱電機、という情報と、ハーベラーさんが記憶している同僚の名前、そして当時撮影した同僚たちの映像の3つ。多くの情報があり、簡単に見つかるかと思いきや、実はハーベラーさんは、すでに2度来日し探すも見つからなかったという。4年前新聞社に掛け合い記事にもしてもらったが、結果見つからず。 そんな中、番組はハーベラーさんと力を合わせて、映像からヒントを導き出し、恩人が当時住んでいたかもしれない団地や、三菱電機、につながる場所などへ出向く。僕の人生にとって大事なことを教えてくれた日本の同僚たちにありがとう。お伝えたいと語るハーベラーさんは、再会を願って、限られた時間の中、全身全霊で創作する。果たして、 三度目の正直で再会することはできるのか。ラストに涙の結末が待ち受ける。また、1990年デビューの博多花丸、大吉は、ハーベラーさんが持参した昔の映像を見て映像が懐かしすぎる。みんな、あんな格好してた。と盛り上がる場面も、ゲストの桜田も、行動力がある方だな、って思いました。何回も日本に来て探したいって、それだけ思いがしいんだな。 思いましたと感嘆するさらに東京五輪でピンチに陥ったメダリストを救った恩人や9年前に日本へ旅行に来た外国人観光客がハプニングで宿なしになってしまった時に大胆な方法で助けてくれた恩人も登場。そして日本に住む外国人タクシー運転手がありがたい。と思う日本にある「ありがとう」スポットを紹介するコーナーも。 東京都渋谷区にあるマッシュルーム形のありがとう。スポットや新宿区にある五つ星ホテルのありがとう。スポットなどが登場。外国人運転手ならではのフレッシュなスポットが出てくる。日本のどこかにいる恩人を長い月日を経て探し出す外国人たちの熱い思いやエピソードと共に再会を果たした時の本番組でしか見られない、奇跡と涙の恩返しの瞬間を届ける。 モデルプレス編集部。